はい、で染め終わりました。まあちょっと違いますね。もう手触り異常ですね。ビフォーでも綺麗にまとまってるけどね。はい、であれからまあ1週間ぐらいですかね。まあ染めてから1週間ぐらいで、まあ何もしてない状態ですね。朝起きてめちゃめちゃツヤないですか。手触りもねめっちゃいいんですよ。なんかもう絹みたいな、絹紙みたいな感じです。で、今気づいたことを数点ですね、まあシェアできたらと思います。まずですね、ヘアケアっていう大前提はありきですね、はい、これをやってないとカラーファッタジーの進化は発揮しないかなと思います。まあ、例えば魔法を求めてるような方、ね、あ、そのカラーやればもう綺麗になるの、カラーしながら頭皮改善しながら髪質改善できるな、もうそれだけでいいじゃんみたいな方は合わないですね。まあ、どっちかというとやっぱより求めていく、今まで築き上げたものの土台がでかければでかいほどカラーファンタジーを掛け算のようにこう進化を発揮するのかなと思いますね。現にですね、やっぱ乾かす日乾かさない日みたいなのをですねやったんですよ。やっぱ乾かさない日はねダメですね。もう全くもってもうこんな風にまとまらないんですよね、起きた時に。やっぱトリートメントをつけて乾かすなんかするとさらにまとまりがいいです。これは多分ねボブとか、まあ、ロングとかになってくるとまだね実感がすごく湧いてくるかと思います。まあ、僕の男のねこのぐらいのね、まあ、ミディアムですかね、ショートですかね、まあ、このぐらいでもすごく実感しているので、まあ、そんな感じかなと思います。はい、ですので、まあ、勘違いしてほしくないのはやはり、まあ、美容師さんにお伝えするのであれば、お客様がどれだけ、今の潜在的なお客様がどれだけ美意識というですね、このヘアケアという土台がしっかりしているか、ここがしっかりしていないと効果が進化が発揮されないかと思います。ここが薄い人、薄いお客様にはねやっぱりあんま進めない方がいいかもですね。まあ、乾かす時もあるし乾かさん時もあるつさいねぐらいの方には、まあ、はっきり言っておすすめしない方がいいと思います。進化を発揮できないんでやっぱ高額なんでですね。で、まあ、これを見てらっしゃる一般ユーザーの方ですね、まあ、今言った通りですね、はい、まあ、日頃からしっかりお手入れもしてて、さらに上のランクの、ね、髪質を手に入れたいとかですね、まあ、色を手に入れたいとか、そんな感じで思ってらっしゃる方はカラーファンタジーはすごく最適です。ですが魔法を求めているようなお客様、ね、一般の方には本当に不向きです。はい、で、まあ、さらにすごくですねいい使い方をするとすれば、バイオプログラミング製品でやるとめちゃいいかもですね。まあ、ヘアケアに関しては、まあ、合う合わないがあるんで違うものを使っていいと思うんですよね。トリートメントとかシャンプーとかでもですね、ドライヤーだったりアイロン固定、この辺はですね、まあ、ヘアビューロンか、この辺はですねやっぱりバイオプログラミング商品を使ったらもう相乗効果でめちゃくちゃ良くなっていくようなですね感じになっていきます。はい、まあ、これも使わないでやっぱさっきり差が出ましたね。僕自身はレプロナイザーじゃなくてホリスティックキュアドライヤーで乾かしてたんですよ、ずっと。はい、でもこの仕上がりですですね、すごいですよね、なんか、はい、っていう感じの、まあ、レポート終了です。まあ、これがねご参考になればぜひともね、シェアなりですねチャンネル登録なりよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録してください。あと、まあ、ご質問あったらコメントいただければですね、どんどん回答していきますので、まあ、自分のアウトプット代わりにもですねこう回答させてください。はい、遠慮なくコメントください。まあ、仕上がりがねすごく良かったです。はい、で次の日ね朝起きてからもうアイロン通して、何もかかわらずやっぱアイロン通してるぐらいの髪の触り心地だったりとか質感になってましたね。まあ、これがどこまで続いてどんぐらい継続してどんどんねこう密度が溜まっていくのかとかですね、やっぱやっていってからまた検証していきたいと思います。まあ、塗ってて思ったことがですね、まあ、彼女が
まあ、少しこうジアミンアレルギーといいますかですね。ですので今までずっとイノアカラーでうち染めてたんですよ。イノアカラーやっぱアルカリ量少ないんで全然あんまアレルギーも出なかったんですよね。うん、かゆみが出なかったんですけど、カラーファンタジーは出ちゃったんですよ。めっちゃかゆみが出たと。ですね、やっぱそのジアミンアレルギーがある人には向いてない、手が進めない方がいいと思います。はい、イノアカラーはめちゃくちゃそのアルカリ量少ないから、まあ、アレルギーがあったとしても軽度で済むといいますか、あんまり感じない人もいる。まあ、実際彼女はイノアカラーだったら感じなかったんですよ。その他のカラー全てカラーファンタジーも含めてやっぱかゆみを感じたみたいですね。やっぱここはどうしてもカラー剤としてやっぱあるところなのかなと思います。はい、でもカラーファンタジーはそれを上回るやっぱバイオプログラミングというケアでですね、まあ、ケアと言っていいのかな、まあ、本質美でどん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 髪の毛きれいになっていくということでしょうね。まあまあその、うん、あとまあ香りぐらいかな、ちょっとした香りが気になったかなっていうぐらいなんで、まあそこはまあ、まあ、その辺がイノアカラーが突出しているところなんで、まあカラーファンタジー最強じゃないっていうことがちょっと分かったような気がします。まあ、カラーファンタジーはカラーファンタジーですごいいいところがある。でまあうちはあとイノアカラーを取り扱ってるんですけど、イノアカラーはイノアカラーですごいいいところがあるんで、まあ、まあうちのサロンとしてはまあ2つの方向でこう同時にいけるのかなと思います。まあジアミンとかですね、そういうアルカリによるダメージとか気になる人はもうイノアカラーで、まあ、そういうのが気にならなくて本質美、もう髪の毛本当に綺麗にしていきたいという人はカラーファンタジーでっていう風にですね、こうおすすめできたらなと思ってます。まあまあ美容師さん向けになってるかな、もしくはまあどうなんですかね、まあやりたいと思っている人が見てらっしゃるのかなと思います。でも確実にものすごい結果が出ましたね。もうちょっとねこうやり方とか水の乗せだったりとかいろんな技術もですね、もうどん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 積み重なっていけばさらにね納得いくものが提供できたりとかですね、すごくこう技術が問われるカラーだと思うんで、まあですね、今後も検証していきたいと思います。待ってカラー塗布して、仕上げがヘイタイムセス 27D プラスレゾーレシャンプーで洗う、ね、でこれがヘアタイムセス 27D プラスのアデューというこれヘアコンディショナーって書いてあるんですよね。これがカラーファンタジーはトリートメント不要なんでやっぱコンディショナーっていう分類になるんでしょうね。結局トリートメントってヘアケアになるんで、まあ、カラーファンタジーは本質美を追求するようなトリートメント違うな、ヘアケアっていうのもダメだな、ね、そんな感じなんで、まあこれで仕上げていくと、まあ、やっぱこうルミエリナ社のものでこうちゃんとしていかないと効果を真の効果を発揮できない、まあ密度のせっていうステップですねが踏めないんで、まあ、ここまでしっかりやるって感じですね。まあまあ、思った通りやっぱトリートメントでは書いてなかったですね。コンディショナーって書いてありますね。で塗布しててちょっと気づいた点は2点。1個が、まあ、ちょっとこうアルカリ剤っぽい匂いというかツーンとする匂いが少ししましたね。でもこれはまあイノア、うちがメインでイノアカラー使ってるんで、まあ、イノアカラーがちょっと優秀すぎるのかなと思います。まあ、美容師さんがまあちょっと気づくのかな、まあ、お客様も少しもしかしたら香るかなっていう感じでしたね。まあ、あと1点が薬の伸びが意外にいいですね。うん、ですので、まあ、普段使ってらっしゃる 5g 引いたぐらいの感じで使われてもいいかなっていう感じです。であと1点これですね、薬剤だからね、薬が伸びがいいから薬剤案外余っちゃったりすると、まあ、下手するとね本当カラーファンタジーの薬剤ものすごく高いんでもう数千円吹っ飛ばすことになりますんで、まあ、ちょっと本当少なめに作って足してしていく方が、まあ、コスト的にも抑えられてよりパフォーマンスを発揮できるかなと思います。ものすごいねコストなんで、ね、ちゃんとこうプロとしてしっかり、ね、その辺は調整していきましょう。Thank you.
トリートメントつけたなんてぽやんってした感じはいいですよ。今回カラーファンタジー、僕バージンもですね、全く何も染めてない髪に、ソローネ8、まあ、いわゆるアッシュですね、ソローネ8と CT8、CT シャンフローラ8、まあ、いわゆるモノトーンとラスネラ、ラズネラ LL っていうです、ね、まあ、ティントカラーのブルーですね、これを、ソローネ8を3、シャンブローラ8を1で、それに対して LL ラズネラを 10% 混ぜて調合してます。でオキシドール、まあオキシですね、オキシドールじゃねえや、オキシは 6% でちょっと染めていこうと思います。まあこれがね、ちょっとこう美容師さんたちのこう何て言うんですか、参考になったら幸いです。まあちょっとまた仕上がりをまた最後撮りますね。今塗布終了で、まあ僕は普段イノアカラー使ってて、イノアカラーを使ってらっしゃる方の感覚でいくと、例えば 60g 作ろうと思ったら 10g 減らしていい感じかなと思いますね。なんかね、こう頭頭皮のとゼリオンオイルがなんか結構こうなんていうか伸びがいいというか、そこからこう薬の伸びも良くなるんですよね。だからまあまあ薬剤もめちゃくちゃ高いんで、とりあえず 10g なんか作ろうと思った感覚は 10g 減らして作ってもなんか伸びがちょうどいいのかなと思います。でちなみになんか、まあ、染みたりとかもないですね。タイム放置タイムは15分置こうと思ってます。染みたりとかない、僕はもうアレルギーがないからですね、まあ、まあ体調とかにもよると思うんで、一概にこう染みませんっていう歌い文化しない方がいいですね。まあでメーカーの方にも聞いたんですけども、ジアミン反応がある方はやっぱりこう反応出ます。まあまあ他動画見てもらったら分かるんですけども、別の方ってやった時にやっぱ痒みが出ました。だからイノアカラーはやっぱアルカリ量が少ないんで、あんまり痒みが出ないんですよね、そういう反応が出る方でも。でもやっぱイノアカラーでは出なかったけど、カラーファンタジーでは出るみたいな現象が起きてますね。はい。でなんかな、案外上がりもなんかリフトの上がりも早いみたいですね。まあ僕自体は髪の毛やっぱちょっとこうブルー系じゃないけどそっち系なんで、まあ、上がりやすい体質なのかもしれないですね。まあここはオキシの調合かな。今回 6% でいってるんで、まあ、ここはまああと 2% があるんで 6% と 2% 混ぜてもいいでしょうし、まあ、4% ぐらいでいってですね、まあその辺でこう調整していくといいのかなと思います。はい。あと意外にねこう最初に塗るゼリオンオイルがちょっと冷たい感じがします。ですので、まあお声掛け一つあった方がいい感じはしますね。はい。まあ、あとなんかやっぱ、匂いかな。匂いが気になりますね、少し。まあ、イノアカラーが、まあ、本当に匂いないし、刺激もないから、ちょっとそこら辺はイノアカラーに軍配が上がるかなと思いますね。まあ、まあ、しょうがないかな。まあ、ここも多分改善されていく可能性はありますよね。はい。でも、とりあえず15分置いていきます。はい。気持ちいい。で、まあ、6%。
6% 一発でやったんで、まあ一般の方が見たらそうでもないかもですけど、まあ、美容師目線からすればまあ不合格なカラーかなと思います。まあ、ここがカラー技術の、ね、あれかと思うんです。まあ、一応検証ということで 6% 一発でやっただけなんで、まあ、いいデータが取れたかなと思います。まあ、そのこの真にカラーファンタジーの力を発揮するとか、まあ、色味うんぬんとかよりもやっぱこのなんていうか手触り感めっちゃいいですね。もうカラーごとは思えないぐらいなんていうか、サイエンスアクアとかあの辺をした後ぐらいの手触り感ですね。うん、いいです。めちゃめちゃいいです。まあ、これだったらまあアンニュイな感じだったりとか、まあ男性女性もね、なんかやっぱやりたくなるようなカラーかなと思いました。いかがですかね。まあ、てことで、まあ、今回ちょっと、まあ、バージン毛から染めた結果でしたね。まあダメージとかですね、そういうのを損なうことなく染まりました。はい。まあ、あとカラーのね、その感じとなんか掴んだ感じとしては、まあ、ちょっとこう粘度高めに感じるけど、ゼリオンオイルとかのね関係でこう伸びがいいです。案外だから 10g とか 5g 少なめの計算でやった方がいいです。まあ、薬代バカ高いんで飛びますからね、お金が。で、まあ、少し染みる方もいるって感じですね。あとゼリオンオイルが少し冷たい。で、まあカラーに関してはちょっとまあリフト力の関係、まあなんか胃のは使ってたからか分かんないんですけど、やっぱリフト力はちょっとあるなっていう感覚はしましたね。ですので、まあその辺、まあその塗り分けてもいいし、オキシを切り替えてもいいしでやっていってみていいかなと思います。まあ一般の方もね、このような仕上がりですね。まあビフォーも載せておきますね。まあ、このぐらいの仕上がりになります。で、1回でこの仕上がりなんで、でこのカラーファンタジーのは繰り返すほどに髪が綺麗になるっていうですね、こうコンセプトがあるんで、1回でこれなんで繰り返していくともっとね綺麗になるっていうことです。もうほんとすごいっすよ。なんか僕らもこれ触りすぎちゃって麻痺しちゃってるんですよね。本当になんていうか、もうトロントロンの髪って感じですね。ほんと麻痺しちゃってるから、なんか最初にやった人はすごい感動すると思います。はい。ってことで、まあカラーファンタジーですね、まあ、自分自身バージン毛でこう8トーンぐらい染めてみたっていう感じですね。まあ、ご興味がある美容師さんとかはですね、参考になられたらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、一般の方もですね、熊本では今のところソングバードのみですね、こう提供させていただいてるんで、まあ、よかったらですね、概要欄からご予約リンク、フォトペッパのページ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。